どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回はこちらの侍ジャパン第3弾若武者セレクションを50連聞いていきたいなと思います。はい、というわけでついに第3弾がやってきましたね。今回はなんといっても DeNA 山崎投手狙っていきましょう。昨日も動画上げさせていただきましたが、山崎投手と田口投手が引けると素晴らしいリーグオーダーが完成します。ぜひここで山崎投手を引いて、でまあここはミキサーに回してもいいかなという選手をミキサーに回して、田口投手もね手に入れたいなと思います。まあこれ50連目まで引けばもう10人はとりあえず手に入るので、全て合わせるとまあ2人ともミキサー使えばいけるんですけど、まあできれば将来の限界突破要因に置いておきたい選手が多いので、できればね山崎投手を引きたいですね。はい、では今回登場している第3弾の選手たちをまずは確認していきましょう。はい、まずは広島矢蓋投手ですね。少しオープン戦今年苦戦しているイメージありますが、能力的にはかなりねいい感じです。はい、特に球威がね78で A 狙えるので、そこが素晴らしいかなと思います。中継ぎ先発が両方適正 S ありまして、球種も、6球種ですかね持っております。素晴らしいですね。はい、で続いて日ハム堀投手ですね。はい、今後かなり注目の選手でございます。左腕、高校卒業1年目ですよね、まだ。はい、今年2年目という選手でございます。でライオンズ野田選手ですね。球威75の球威型になっております。中継ぎ適正のみですね基本的には。はい、で DeNA 山崎投手ですね。もう今回の一番の目玉だと思います。球威は83、正規も79で称号で英語へ狙います。素晴らしいですね。で中継ぎ適正も S あって、球種6つ、素晴らしい。本当にもうぜひ手に入れたい選手です。はい、でソフトバンク開拓也選手ですね。はい、パワー型中段度、まあ甲斐選手もまだまだ打撃能力等上がってくると思いますので、限界突破要因に持っておきたいです。で中日京田選手ですね。まあ総力型のチーム組んでる方にとってはかなりの目玉だと思います。あ、今回あれなんですね、侍ジャパンなんでセカンド適正で出てますね。ただショートの方が適正が高いですよと、はい、いう感じにはなっています。超高額というのもいいですね。はい、でライオンズ殿崎選手、パワー70、走力79、この選手も楽しみですよね。で適正もたくさんいろんなポジション持っております。来シーズン、まあ、シリーズ2で2018シリーズ2でもっと能力が上がればいいなと思っております。はい、で日ハム松本選手ですね。ミート75のミート型です。こちらも適正素晴らしい、キャッチャー以外全部持ってます。はい、特殊能力の長がちょっと悲しいですね。はい、そんな感じです。まあ今回は矢蓋選手と山崎選手ですね。ここが引ければ嬉しいという感じです。もうぜひ引きたい。行きましょう。今のところちょっと僕侍ジャパンのガチャは狙いの選手全然引けてないので、まあ例えばあとは近藤選手とか日ハムの西武山川選手とか全然引けてないんで、そろそろ狙いが来てもいいんじゃないかなと思ってます。行きましょう。でも3回確定があるんでね、そんなに選手数も多いわけでもないですし、うん、狙っていきたいですよね。お、いいね、西行き。そう、山崎、あなたが欲しい。さあ来い。おお、開拓也選手ですね。はい、さあ行きましょう。20連目。さあカモンカモン。あと鉄拳で A ランクのウィーラーが欲しいです。 S ランク限界突破コーチを節約したいです。まあそちらはですね、昨日挙げた日本一のチームが決めそうですというね動画ぜひご覧ください。あのチームできればマジでいけると思う。あ、ちなみに今週覇王2位でした。ちょっとね大変なことが起こったんで、まあそれはまたですね明日か明後日の動画でねご報告したいなと思います。はい、行きましょう。これ3回目確定部分。お、いいね、確定以外きた。おお、殿崎選手です。はい、殿崎選手はな限界突破要因で置いておきたいな。はい、京田選手、京田選手でも走力型が変わらなさそうだから、ここはミキサーかけてもいいかなと思ってます。うん、
能力的にな、総力型だろうなとしばらくは思う感じなんですよね。はい。で、あと置いておきたいなと思うのが DeNA 桑原選手ですね。昨日ですね、まあ、毎年やっている NHK の、12球団の監督が集まる番組があったんですけど、昨日か一昨日か、はい、あったんですけど、そちらでですね、ラミレス監督が今セリーグで、まあ、右バッターで200本安打が唯一狙えるのは桑原選手だと。矢野ラミちゃんが言うなら間違いないと。本当に素晴らしい監督なんでね、別に DeNA ファンでも何でもないですけど、ラミちゃんが言うならちょっと置いておこうかなという感じがあるので、桑原選手もちょっと将来の限界突破要因に置いておきたいですね。はい、4回目。まあでも今確定部分以外も出たし、まあまあまあ、もう指定ミキサーでとりあえず2人とも取れるのは取れますね。上地選手も山崎選手もちょっと一部痛い放出をしないといけないですけど、まあでも桑原選手1枚当たったんでそこは置いとく、友崎選手も置いとく、あと回すっていう感じかな。いや、まだ5回目で出るかもしれない。5人も必要になるんでね、引き当てたいですよね。単純に惜しい、あ、まだウィーラーが出てほしい。さあ来い。頼むよ頼むよ。1回も目当ての選手引けてないからな、今回かなり引いたからな。頼むよ。さあ来い。さあ山崎投手来てくれ来てくれ。くー、開拓や選手でした。はい、まあというわけで、考えて後でミキサーやります、自分で。で、今日からもう育成やっていきたいなと思っておりますと、まあ言った感じですね。はい。で、一応もう一回ご紹介しておくと、なんでその2選手が欲しいかというところで、もうすぐ紹介しますね。昨日詳しくご紹介したんで。ここまず、ジャイアンツ田口投手を入れます。で、まあ 9A のやつはなくなるんですけど、で、ここが次あれ。DeNA。一回ここで多分なくなるのかな。ただ山崎投手が9位 A にまたなってくるんで問題ありませんと。あ、次でなくなるのか。で、楽天枠が今なくなりましたねと。で、楽天はなんでウィーラーを野手で入れますよと。で、ここ誰だったっけ？あ、そうだ、ディクソン、ディクソン。ここディクソンにした瞬間に、見てください、これ。超変幻自在がね、ついに発動するようになりますよと。で、超高腕、超剛腕投手陣が今消えましたね。ってことはここが1個 9A になれば戻ると。はい。で、12球団が消えてしまっているので、ここ。オリックス今、ディクソン投手が代わりに入ったんで、そこも自由枠になるので、こうでいろいろと復活して、かつ、ソスピも300上がると。OK。このオーダーを目指していますと。これで全員特殊能力もマックスまでいければ OK ですと。まあいうところで、このオーダーがね、強いかなっていう感じですね。はい。まあというわけでございました。というわけで、まあ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 、もう次のシリーズも来ますが、次のシリーズ来たってそんなに大量に当てられるわけではないので、一度ね、目先で強いチーム完成させたいなと思います。はい、というわけでお知らせ来ました。じゃん。グランドオープンメンテナンス3月28日来るみたいです。もうこれは3月28日3時から2018グランドオープンという感じですね。去年も確か28日だったんですかね。はい。いやー楽しみですね。まだ詳細なことは何も書かれていませんが、まあおそらくスピリッツ2800で落ち着くかなというところです。で、リアルタイム対戦の正式実装がここで来てもおかしくないなと僕は思っています。明日あたりもしかしたら詳細なお知らせが来るかもしれませんので、楽しみにしたいなというところです。はい。まあというわけでですね、皆さん、ゴールド契約書等をね、置いとけるやつは全部置いときましょう。もう僕もね、この4日ってことは大丈夫か？今何日だ？ 26 大丈夫だ。OK。このラインは全部置いてます。はい。まあこれもですね、一斉放出したいなと、まあいうところですね。グランドオープン来たら。はい。何よりですね、自チーム 30% も残してるんだよね、どっか。まあそこも、しっかりと S ランク契約書もありますしね。はい。これだ。これとかで最初ね、狙いの選手出るといいですね、と言ったところでございました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。まあというわけで色々と育成したい選手たくさんいますので、これからもですね、プロスペース頑張っていきたいなと思います。狙うは最強決定戦、オールスターリーグナンバーワンです。ナンバーワンを目指して、オンリーワンを目指して頑張っていきます。ぜひ友達に
今プロスピエースでめっちゃ強いやつがいるよと、この動画ね、このチャンネル進めてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。